くさんいると思うんですけど、肩周りがしんどいという感じですかね。うん、かなりきついですね。なんか、一瞬、岩みたいな。岩がいる感じ。なんかいる感じがします。はい。と、はい、いう感じなので、解放してみたいと思います。はい、解散してもらった方がいいですよね。そうですね。いる感じなんですね。早く行ってほしいです。確かに。なんかいます？なんかいますね。背中から全部ですね、うん、きっと、まあ、開かないですよね、うん、どれが見てみましょう、うん、教科書通りみたいな腕も止まらないですもんね、うん、リンジャリとかはあるんですか、うん、そうですか、全部です、全部、うん、ですね、ここに。OK。ちょっと仰向けになりましょうか。普段からずっとですか、はい、今日は楽だなみたいな感じの日はないですか、ないです。ないです。寝るとちょっと消えちゃう。寝ててもやっぱり硬いですもんね。首が。ではくるんですけど、首自体ではなさそうなので、なんか原因を探っていかないとダメな感じですね。肋骨周りがちょっと大きいも悪いので、疲れも取りづらいと思いますし、うん、呼吸がしづらくなるんですよね。どうしてもこう、うん、寝ててもやっぱ疲れが取りづらかったりとかしてしまうので、ちょっとこっちのね、左足が動きが悪いですね。まあ、左の股関節とか足周りは何か思われたりしてないですか、症状が出ないですか、出ない。股関節、うん、これ右側はこういうふうに開いても動くの分かりますよね。うん、左が、ああ、動かないの分かりますか、うん、なんかね、一番ここでバランスが悪いっぽいんですね、ここが。これを直していくとどうかっていうことですね。まずちょっと全体のバランスをちょっと取っていって、でバランスが全部取れてくると、悪いところがこう浮いてくるので、うん、そこをちょっと直していこう。で、どうでしょう。これでもだいぶ起きますね、うん、ちょっと負担、首の負担でいただけるだけでも硬さとしてはいいと思います。ちょっと足上げて持ってきます。はい、楽です。うん、結構足の方が負担が大きいかもしれないですね。うん、背中がもう柔らかくなってるの分かります、うん、足取ってみましょうか。持ってきてみます。まあ、足ですね。あ、分かりますこれ、肩が硬いの。で、足に。足枕をちょっと入れてあげると、うん、全然ちゃう、うん、だ意外とこう症状は背中に出てますけど、足の方が問題が多いでしょうね、うん、
やっぱり、ね、左の方の関節が全般的に動くのが悪いんですね。ちょっと循環が上の手とかなんで、もしちょっと安定したら、背骨のところに少し詰まりがあるかもしれないですね。そっちが良くなってくると、だいぶ変わってきそうな感じがします。結構足も入れるとだいぶ、緩むのが分かりますよね、うん、意外とね、こう足枕って文化ないですけどあると全然寝やすさって変わっちゃうんですよね。クリック外しますけど、外すと嫌じゃないですか、はい、もう一回しますね。一応動きはついてきましたね。でもやっぱりスムーズにはいかないので、ちょっとうつ伏せないでしょうか。柔らかいんですけど、開いて、手も上がって、上がりますね。ちょっと立ってみて、どうですか？うん。おっ、すごい。なんかいない気がします。いない気がします。はい。どっか行きました？どっか行きました。よかったです。はい、意外とやっぱ腰がおかしかったんで、で、それでなんか左の足、の負担と、でそれ補正するためにこっちが頑張ってるみたいな感じだったので、うん、もう腰が解放されてれば大丈夫と思うので、はい、はい、お疲れ様でした。はい、という感じで、結構ね、多いパターンですね。ガチガチになってる人が多いんですけど、結構ね、マッサージとか受けてる方とかいると思うんですけど、なかなか治らないっていうケースは、今みたいですね、腰の部分とか、あと足の部分に問題があるっていうケースがあったりしますので、まあ、そちらのアプローチを考えてみるといいかなと思います。はい、では、次、決まりに行ってみたいと思います。